人類は常に病と戦っており、人類の歴史はある意味病気との戦いであったといえます。病気にならず健康で健やかな毎日を送ることが私たちの何よりの願いです。この度開発された固体マイナス水素イオンは、この人類の悲願を達成すべく現代科学の病気に対する挑戦状です。ほとんど全ての病気に活性酸素が関与しているとされます。まず活性酸素を理解しましょう。老化には細胞の中のミトコンドリアが深く関わっています。ミトコンドリアはブドウ糖などからエネルギーを作り出す器官です。この時活性酸素と呼ばれる有害な副産物ができてしまいます。活性酸素は細胞の中のさまざまなものを攻撃し損傷を与えます。あるものは核の中の DNA を傷つけてしまいます。がんはこうした DNA が傷ついた細胞が増殖して起こると考えられています。傷ついた細胞の多くはがん細胞になるのを防ぐため自ら死んでいきます。すると細胞分裂によって新しい細胞が補われますが、その能力は次第に衰えていきます。これが老化の始まりです。細胞が減っていくと様々な臓器の萎縮などが起き、機能が衰えていきます。老化とはこの一連のプロセスなのです。さらに活性酸素は血管も老化させます。その結果起きるのが動脈硬化です。動脈硬化は心臓病や脳卒中の最大の原因となります。心臓病、がん、脳卒中はアメリカや日本など多くの先進国の三大死因です。活性酸素はこれらの病気の主な原因となるだけでなく、老化そのものを引き起こしてしまうのです。この有害な活性酸素を中和除去するための SOD 酵素は年を重ねるとともに減少してきます。それを補うのがビタミン類、ベータカロチン、カテキン、ポリフェノールなどの抗酸化物ですが、植物から抽出したこれら従来の有機抗酸化物では十分な還元力が得られないだけでなく、その働きが一過性のものであるため体内で長時間継続してその機能を発揮することができません。マイナス水素イオンは他の抗酸化物と比べて分子量が極めて小さいため細胞内に入り、ミトコンドリアで発生する活性酸素を最も効果的に消去し、その上コエンザイム Q10 と同様細胞の代謝を活性化して老化を予防することができる唯一の物質です。固体マイナス水素イオンが活性酸素を消去する実証試験を電子スピン共鳴装置 ESR を使用して実施しました。次に固体マイナス水素イオンが有害である活性酸素を体内で長時間継続して消去し、ミトコンドリアの活性化を通じて傷つけられた細胞を修復することを助ける固体マイナス水素イオンの驚異的な抗酸化還元力を実証する実験をお目にかけましょう。2つの容器にそれぞれ2本の釘を入れ水道水で満たし、一方はそのまま、もう一方は固体マイナス水素イオンを少量入れて酸化防止にいかに大きく関わっているかを確かめてみました。1ヶ月経過した状態はご覧の通りです。これが還元力です。
次に水道水の入ったコップに酸化還元測定器で電位を測定いたします。だいたい500くらいの数値が測定されました。そして固体マイナス水素イオンを少量入れて電位を測定します。するとこのように15分後にマイナス33、4時間経過してもマイナス87の状態がお分かりになったことと思います。そして水を入れ替えてもマイナス水素イオンを放射続けております。この還元状態が長い時間継続するのが他にはない固体マイナス水素イオンだからです。次に防腐剤を添加せずに焼いたパンの経過観察をご覧ください。生地に対し 0.2% の固体マイナス水素イオンを配合して焼いたパンと入れないで焼いたパンとの比較です。7日8日でその差は一目瞭然です。防腐剤や pH 調整剤など体の中で活性酸素を生み出す有害な食品添加物を使用することなく酸化腐敗を抑制できることがお分かりになったことと思います。次に微小循環顕微鏡を使用して血液に対する作用を調べてみました。摂取する前と摂取して30分経過した後の血流の違いを見てみましょう。これは摂取前の毛細管の画像です。わずか 0.6 ミリという面積にこんなにも多くの毛細管が存在し、その中を通る血球とヘモグロビンがあらゆる細胞に酸素と栄養を運んでいることがお分かりでしょう。血球の流れるスピードにご注目ください。次は摂取してから30分後のヘモグロビンの流れです。血球の量と流れるスピードに大きな差が出てまいります。2人目は飲酒喫煙をしない女性を例として取り上げました。摂取前と後の毛細管の中を流れる血球の量とスピードの違いが一目瞭然です。3人目は飲酒喫煙者の56歳の男性の摂取前と後の画像をお見せしましょう。長い年月にわたる喫煙の結果、細胞に酸素と栄養を運ぶ毛細管の機能が低下していることにお気づきでしょう。しかしそれでも摂取後の血流の流れがスピードアップしていることがわかります。